はい、岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲームの実況と毎日ライブ配信を頑張っております。新イベント初日にはガシャライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。激アツのスコアとポイント交換が来ました。皆さん来ましたよ。お祭りコイン5区、お祭りコイン転生、お祭りコインクリスタル妖怪かな、でお祭りコインプニープニカチカチということで、これ激アツなんじゃないか。ちょっと激アツコインが来たぞ。もしかすると極土が出るぞ。 Y ポイントじゃないけどスコアタポイントなんで貯めれる人は貯めれているけれど、私でさえもこれ3枚しか交換できない、3枚も交換できないですからね。けどこれ極土ゲットできるチャンスあるよみんな。そしてここら辺をゲットできると、コンプリートするとね、ステータス上がるんですよ。これはね、激アツ。お祭りコイン5区、これ激アツだぞみんな。ちょっと激アツですよ。激アツコイン来ますよこれ。期間限定だって。期間限定、あ、2ヶ月間ですって。あ、けど1回しか交換できないってコインは。うわー、え、これ毎週1回、それとも1回限り。いやー、すげーコイン来た。マジですか。へえ、これ結構極土ゲットできるかもしれんよみんな。どこだ、あのコインはどれだ。これよいしょ、ほら6分の1ですよ。6分の1で極土です。皆さんこれ結構でかいぞ。お金はかからないし、けど6分の1で極土です。皆さん激アツコインですこれは。え、誰もテンション上がっていない。なんでマジでテンション上がんない。嘘、俺だけか。いやー、みんなこれゲットのチャンスです。すごいいいコイン来たよ。やばいよこのコイン。ただだよ。 Y ポイントは別にかかんないんだよ。スコアタックのポイントだけだよ。そしてみんな今のこのタイミングでゲットできちゃうと極土 Y ポイント5だよ。まあスキルマックスにするとだけど。いいコイン来てるよみんな。すげえの来たよ。ちょっとこれ交換制限は毎週月曜日だから毎週1つか、毎週1回はゲットできるってことか。ただ毎週7500だったっけ、貯めるのはまあ無理なんであれですけど。ただ激アツ、極コインだけが明らかに高かったね。いや激アツコインですもの。それ以外はね、まあこう転生とか、転生もあったのかな、極土プニプニクリスタルレジェンドで転生か。だからまあここら辺もしっかりとやれると、このねステータスがアップするんで、持ってないキャラクターがね出ることを祈るぐらいしかできませんけれど、いやこのコインは激アツですよ皆さん。ぜひぜひ、これじゃない、まあ交換できる人は交換して極土ワンチャン狙うっていうのはね、ほんとありだと思います。ありだと思いますというか、もうやるっきゃないですよ。はい、ぜひ頑張ってガシャ当てちゃってください。いいですね。持ってない、被らなきゃいいけどね。
はい、ということでお祭りコイン4種類スクワターポイントで交換ができるということで、ぜひ皆さん交換していいキャラ出してみてください。